お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、エリクサーゴーレムですね。新カードエリクサーゴーレムの、まあ、使い方とか、まあ、今後ね、まあ、どういう風に使っていけばいいのかっていうのを紹介していきたいなと、はい、思います。というわけで、まずね、こちらね、エリクサーゴーレム。新カードで、チャレンジがね、来てます。今僕もゲットしたばっかりなんですけど、こちらですね、エリクサーゴーレム一躍使おうっていうね、このチャレンジをクリアすると、でクリアしなくてもね、15勝まであるんですけど、8勝ぐらいでゲットできます。でしかも負けてもなんかやり直し、そのままねなんか続きができるみたいなんで、ぜひねもうこれは、やり得だと思います。というわけでこちらでゲットしていただき、まあ、これですね。でエリクサーゴーレムで、性能としては、まずゴーレムがいて、こいつがやられると2体の小型ゴーレムになって、さらにその小型ゴーレム2体のうち、まあ、両方ですね、1体が破壊されると2体のスライムが出る。なんで合計4体のスライムが出る。でその4体のスライムが、死ぬと、1体のスライムにつき相手に1エリクサーあげるよっていうカードですね。なんで3コストで出せるんですけど、まあ3コストで出せる、その分、強いです。結構今の結構ね、環境出たばっかで触ってる感じは結構強いです。なんですけどその分ね、相手に4コストあげちゃうよってカードですね。なんで、まあ、このカードの使い道としては、というか使い方は結構、まあ、ゴーレムって書いてるんで、まあ、ゴーレムとかアイスゴーレムですね。アイスゴーレムは2コスで、こっち3コスなんで、まあ、アイスゴーレムの代わりとか、ゴーレムの代わりかなっていうのは多分ね、大体予想がつくと思うんですけど、それ以外にもね、結構ジャイとか、まあ、言ったらゴブジャイ、結構僕の中で一番ジャイがね、すごい濃厚だと思ってて、より今までジャイだった枠をこのエリゴレにするのはすごいいいと思ってて、その3コストで言ったら盾ができて、こいつね、思ってる以上に火力がやばいです。ゴーレムのこの普通にこのね3コストのこの本体の火力はまあ別に普通ぐらいなんですけど、その破裂した後も破裂した2体のゴーレムの攻撃力を出すとこいつになります。でその破裂した2体から出たスライムの4体を足した火力を、合計すると言ったらまたこのねエリクサーゴーレムになるんで、その爆破した後もずっとゴーレムのダメージが入ってるっていうようになりますね。で最後のしかも小型の、スライムはですね、しかも殴る速度がちょっと速いんで、この本体よりも、総合火力は高くなってます。なんでまあ言ったらマジで、まあ、アイゴレの代わりだったら、なんかね、なんか、それならアイゴレでいいっていうのは個人的にすごい思ってて、まあ、ゴレとかジェイとかでも盾ですね。圧倒的火力盾。削る、タワーを削るカードと思ってもらいたいですね。なんで結構ただの盾っていうよりは、なんかね、しっかりタワーをちょっとでも削りたいというか、削りができる盾。まあ、言ったらジェイですね。タワーを削る盾だなと思ってます。で相手に4コスト行くんですけど、だからそんな強くなくねとか、結構欠陥じゃねっていうのを思われるんですけど、その3コストでこうね、例えばこれネクロがあるんですけど、エリクサーゴーレムプラスネクロとかすると、僕は7コストしか使ってないんですけど、相手は結構防衛するんですよ。そのエリクサーゴーレムの火力が高すぎて、相手も結構防衛しなくてはいけなくて、結局、僕が割いた以上にコスト相手は割くんですよね。で、まあ言ったらその後に相手は4コスト回復するんで、まあ言ったらトントンみたいな。けど、ダメージはめちゃくちゃ入る。っていうので、今のところはね、まあ対応にまだみんなが慣れてないっていうのもあるかもしんないんですけど、結構ね、大ダメージ入ります、本当に。ちょっとね、出したいですね。回ってきますね。ここいい流れですね。ゴースト待って、これですね、こいつ。しかもでけえんすよ、こいつが。こいつが、あ、待って、やばい、引っ張る。あ、そっちか。まあ、そっちいいですね。で、これで、この小型、この、この、なんかね、プッチョみたいなスライム。このスライムがやばいんですよ、これ。これがね、ロイフグみたいなもん言ったら。これ言って、やばい、ペックが一発される。そこの、この小型ゴーレムから出た、このね、これ、このプッチョみたいなやつが、火力がまあ言ったらロイフグです。ロイフグよりもちょっとあるっていう。もうロイフグの強化版が、こいつから、ね、出てきます。なんで、その小型ゴーレムが殴るときに、まあ、ディガーがね、タワーにターゲットを取ってると、このデッキはね、強いよっていう感じですね。これちょっとね、エリゴレね。エリゴレの使い方としては、こうやってね、まあ、ゴーレムなんで、とかジャイとかなんで、ここでね、ターゲット取りつつ、一旦ね、こんな感じで避難することもできます。ちょ。いて。あー、で、ここはちょっと早めにどかしたいな。このね、これで相手4コス手に入っちゃいますからね。
でもこれダメージがめっちゃ入るんですよ。これやばくないですか。なんかね、ほらこれでもほぼタワーはもうちょっとですね。これ取れたんで、あのマジャチ引っ張って、オッケー、よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、いいですね、オッケーオッケー。しかもまだネクロは火力が高いんでやってくれると思ったんですけど、まあ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 、エリゴルでタゲ取りつつ、オッケー、ウッドからの、はい、でエリゴル、あの時間稼ぎにもね使えます。相手に4コス上げちゃうんですけど、その分ずっとねタゲ取ってくれるんで、最後の最後の時間稼ぎにもつながりますし、こういうねよくわかんないのも、ダメージが通ると。そして最後の最後にこれ2周目が早い。なんて言ってもジャイとかって上手い人2周目ジャイこう回すじゃないですか。もうねすぐ回っちゃいます。あとはこういうね、あのペッカをこう歩かせる、これにも使えます。もうねこれだけ見てるとすごい強すぎるんじゃねっていうぐらいね強いですね。よいしょ、あちょっと待って、やばい、待って、これでも耐えるわ、あぶねー。しかもそのままねエリゴリが、攻めに入ってて、これを、ね、放置するだけで、エリゴリ単体だけでねタワーが落ちます。なんでマジでアイゴレとはねちょっと違うんじゃないかなと思います。ほんとジャイだと思いますね。そのゴレの爆破とかもないんですよ。今まではアイスゴールもですし、ゴールも爆破で、あの小型ゴールムとかにね、とかまあ爆破した瞬間に周りのスケとかコウムリが、死んでたんですけど、今回ねその爆破ダメージが全くないんですよ。なんで、まあ、言ったらスケルトン部隊だけで処理できるっていうのは、まあ言ったらねその弱い部分が、まあスケブだけで守られちゃうんで、相手に4コスいっちゃうっていうのは、まあ、弱い、そこはねちょっと弱い部分なんですけど、まあ、ジャイだと思ったらジャイにスケアミとかでも別にザップとか打ちますし、ゴレと思ってたらね、ゴレの爆破で溶けると思ったらまたちょっと違うんでね。いや多分ジャイ、正直僕的にはジャイの、まあ上位互換とまでいかないですけど、もうジャイですね。天ごと歓喜天ごと歓喜なんじゃないかなっていうのは思いますね。でこのデッキがですね、ちなみにあのベンザーリーデル選手、皆さんもね知ってると思うんですけど、その方が、作ったねデッキなんですけども、ねグラチェル12勝、あのその人がベンザー選手が12勝してから、他の人も使って12勝をで、また別の人が使って12勝みたいなね、今ね溢れてますね。ちょっとよいしょ、これエリゴで竹取りつつ、あ相手今ここにポイントを使ったんで、このネクロをね相手多分処理できないですから、あさあとエレクサーゴール、まあこれネクロとかにもねちょっと弱いですね。オッケーオッケーオッケー。でプッチョが強いんですよ。このプッチョがマジで強いんで、このプッチョがね残って、はこのディガーがねめちゃくちゃ強いです。これこのプッチョだってロイホグっすよ、これだって。オッケーオッケー。でやばい、でこれでタワーがねほぼ落ちちゃうっていう、でしかもこっそりかけてネクロが働く。よし、で相手もね今ネクロとか咲いてるし、結構ごぼうりとかも咲いてる、結構防衛してるんで、やばい待って、やばい、おぶね、まあ一発かなこれは。うーん、そうで、このデッキウォールブレイカーにそんな対策したデッキ、あのウォールブレイカー結構施設だったりファイスピだったりそういうのに弱いんですけど、バルキリーとかそういうのがないんで、そこがねちょっとやりにくいかもしれないんですけど、まあ一発ねもう受けたり、二発遮断なしでね受けていいんで、形を作るっていう意味ですね。これエリゴルするだけでだって落ちますよ。トリトンが引っ張って、よいしょ、あそっち行くんかい。まあディガーで削りつつの、ポイズンでネクロを処理からのウッドもやって、よいしょ、 OK で、エリゴルのこのブッチョが、火力がお化け、あ待って、俺のなんか変なことしてここに寄って、あはこれあれですね、結局守れないんで一回捨てますね。800とディガーでギリ耐えでもネクロで、あは待って、これ守れないか、やべ、スケが、あオッケー、ポイズン打ってくれたの美味しいですね。オッケーオッケー。ここからは普通にね、ネクロからのてかエリゴレを作って、課題作って、しっかりねあのネクロをポイズンプラスウッドで溶かしてを繰り返せば、こっちの、あ待って、ちょっとごめんなさい、ちょっと寝てる、これポイズンで処理しつつ、オッケーオッケー。まあ、ネクロがね、ちょっと処理されちゃうんですけど。オッケー、でもこっちのネクロも処理できてるんで、はい。オッケーオッケー。いや、別に全然いい流れ。逆にいい流れみたいなのがあります。これ2周目ネクロからの、アレニポイズン1位の、この小型ね、ここでダメージ稼ぎたいですね。オッケー。まあ、ポイズン1位の、はい。で、こういうところでね、相手に今4コスいっちゃったんですけど、相手はこれ必死の防衛で結局コスト使うんで、そんなね、アドは取られてないっていう。よいしょ。うっ、いて、危ねえ、やば、危ない。で、からの回転が早い、エリゴレ。
あ、しかもあれなんですよ、皆さんこの気づいてましたか、僕あのレベルがなくてエリゴレレベル8で今使ってるんですけど、全然使えちゃってますね。よいしょ。はい、ディガーが入る、まあ、ディガーフィズですね。こうなったら結構入らなくなったら、よいしょ、まあ、でジャイ、正直ジャイディガーみたいな感じですね、今のところの使い方は。これネクロが OKOKOK、あー OK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 、 いい、ダクネとネクロあるんでね、相手がポイズン、そう、どっちかにしか打てないっていうのがね、またまた辛いところですね。一回ここはこのジャイの、まあ、ジャイじゃねえ、もうエリゴレのね光栄がポイズンで解けちゃうんで、ディガーだけで削りつつ、よいしょ、しっかりウォールブレイカーにネクロじゃなくて、まあ、ネクロプラスウッドとかをね当てていきたいですね。でここで、あ、相手やってるやってるって、あ、でもそっちからこっち来んのか、あ、でもこれエリゴレが、エリゴレ、あの火力お化けなんでね、ウッドデスケ処理しつつ、よいしょ、あとは、これですね、ぶっちょけんない一発が50ぐらいかな、46がロイフグで、それよりかその一緒ぐらいだったと思うんですよ、小型が。なんで結構ね、まあぶっ壊れってことでもないですけど、なんかウォールブレーカーが結局やっぱ強いなと思いますね、これを使ってても。でまあウォールブレーカーも強いですし、まあこちらのね、これもあのエリクサゴルムもちょっとまだ強いって、まあ対応にね慣れてないっていうのが一番でかいと思うんですけど、なんかもう自分のねゴレとかジャイとかのデッキのそういう縦の枠ですね、言ったら縦なんですけど、そういうのをこのエリクサゴルムに変えてみてもいいと思いますね。なんでまあなんか新しいデッキがまたまたどんどん生まれてくると思うんでね、それはねいい感じに紹介できたらいいんですけど、まあ今は気持ちジャイかな。このエリゴレスパーキーとかもあって、まあ言ったらジャイスパイアンキーみたいな感じなんですけど、スパーキーもあって、まあこのジャイの代わりっぽいやつもあってって感じですね。まあジャイの火力がより上がって回転が速くなるイメージですね。なんか4コス相手に行くのは正直そんな気にならないですね、やってて。これちょっとあれだな、ムートちょっと邪魔だな。よいしょ、あ、これネクロが殴る、ネクロが殴ってくれるとよかったんですけど、ここあれだな、エリゴレで縦してこのままカウンターに持っていきたいですね。よいしょ、エリゴレが溶けちゃう、てかエリゴレ歩くの遅っ、マジでやば、待って、これドラドラだ、懐かしのライドラ、だから最近見てないんですね、ライドラ君。でも言ったらこのこれプッチョがちょっと頑張って、もうちょっと頑張ってほしいな。で相手4コスぐらいいってて、やばそう、こうなった時がねちょっとお辛いですね。ムートライドラか、ライドラをポイズンプラスので、まあ、処理したいですね。あとゴーレムはトリトンでね、あの引っ張れるんで、そこはね、はい、キング起動しつつ、ここから防衛のテクニックが重要になってくるんじゃねえかなと思います。よいしょ、 OK、 よいしょ、 OK、 ムードさえ壊れてしまえば OKOKOK、 ネクロがね、ネクロがあとは頑張ってくれる。でキング起動できてるんで、こっからね、まあ僕の流れかな。でネクロの前にこれつけたいんですけど、相手がワンチャン今ライドラを、まあ、持ってるからこそ一回置いてね、一回置きます。あ、ここはね行きたいですね、行きつつワンチャンライドラ来るんで、メガゴは一回置いて、来てないので追加しつつ、オッケー、ここで追加ですね。相手ムートも裂いてるんで結構防衛できないと思いますね。よいしょ、でこの間にゴーレムを溶かしてくれると結構いいですし、あ、プッチョが死んだ、俺のプッチョ。でここですね、問題が、ここの防衛をむずいんですけど、エリゴレで竹取りつつ、メガゴと、まあ、ポイズンいらなかったかな、まあ、ポイズン貼ってよかったですね、これはいっぱい来たんで。OKOKOK、 いい棒ポイ。でここね、相手にまた4ワードいってるんで、それがちょっと辛いですけど、相手がイケイケどんどんしてきてるので、よいしょ、やばい、あ、待って、お前ムート引っ張んない、お前、お前ちょっと待って、危ない、いや、ネクロの助けがいい、あ、しかもこれあれだ、気づかなかった、右側がスプレー圏内までなってる。よいしょ、なんでディガータとポイズンでフィニッシュ、危ねー。というわけで最後ね、ゴーレムとかあの大型、そう、アドをやっぱ取られる場面もあります。今みたいにアド取られて
4コツしかなくて結合されるっていう場面があるんですけど、あそこをしっかりね、トリトンですね、すべてのアドを取り返せるのが言ったらトリトンとネクロ、あとはボーイポイズンと覚えてもらえると、あと時間稼ぎでエリゴレ、まあここはねむずいんですけど、大型ね、またジャイとかゴレとかそういうのが来た時にしっかりねトリトンでキング起動して後ろポイズン、まあ防衛ポイズンだったりネクロね、耐えることによって捕らえてしまったアドをね全部回収できます。でまたね逆サイすぐ3コストなんで、トンエリクサがトントンになった時に逆サイエリゴレプラスのダクネだったりね、エリゴレプラスなんかプラスディガーってね攻めれるんで、まあ、アド捉えた時はしっかりあそこでボーイポイズンするってね、まあいっぱいいたんで、ね、あそこで一気にアド回収できたのが良かったかなと思います。っていうわけでエリゴレね、ちょっと今レベル8で使ってたけど全然違和感ないし、これよりも強いんでね普通は。なのでぜひねエリゴレ皆さんゲットしてこちらのデッキね試してみてもらえると嬉しいかなと思います。というわけでエリゴレ、まあジャイとか、まあジャイゴブジャイ、まあナイタとかもでもいやナイタはちょっと違うかな。ちょっとね防衛ってなったら、まあアイゴレも僕的にはまあないことはないと思うんですけど、まあジャイですかね。なんでまあジャイとかゴレでもいいと思いますね。ぜひ皆さん使ってた方はぜひねエリゴレにして試してみてください。では、よければねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。多分明日ね、まあ明日この動画が多分夜に上がってるんですけど、夜遅くに上がった、まあその日か、その日のお昼ぐらいにもう一本多分エリゴレスパーキーかな出そうと思うんで、ぜひそちらも見てみてください。というわけで、ご視聴ね最後までありがとうございました。では。